はい、今ですどこにいるかというとタイのバンコクにいます。バンコクのアソーク、 BTS アソーク駅の近くにロビンソンデパートデパートがあるんですけども、そこの地下にトップスというフードコートがあって、今フードコートのところです。久々に来たんですけどね、本日2017年の1月の31日です。1月も今日で終わり、火曜日です。で、今昔からね、昔ここにね、仕事で赴任してたんですけど、その時によく昼食で利用したのがこちらのフードコートです。トップスということで、そちらに券を買うところがあるんですけど、券を買ってね、その後ここにお店がいっぱいあります。でなんか自分が食べたいものを何か頼んで、まあ自分は2品頼んだんですけど、こういう感じで、カオマンガイ、チキンライスと、あとパッタイね、別々のお店だったんですけど、こんな感じで頼むことができます。まあ、胃が甘くない人だったら1品だけでも十分だと思います。これで45バーツ、水入れて100バーツなんで、今のレートで大体いくらかっていうと、330円ぐらいです。1つだったら大体200円ぐらいですよね。なんで、まあ、1つだけだったら全然安く食べれる、安く食べたいのであれば、こういったフードコートっていうのはタイ、国内デパートなんかに来てね、かなりあるので、安く済ませたい方はこういうところ来るといいと思います。まあ、結構美味しいです。で最近タイの衛生条件もかなり良くなっているので、まあ、当たることもないと思いますので、安心していただければと思います。いや、いただきます。美味しいです。